まずここを貼り付けます。で、ちょっと強めに押して、ここにね、その当然ひっついてるパーツをひっつけた跡がつくんですけど、この、境目は、ここのタンクの境目は実写にはどうもないらしいので、これはしっかり埋めたいと思うので、よく目立つとこなので、ちょっとね隙間が残りましたね。うん、じゃあですね、シアノンですね。あの隙間を埋めたりね、こういう飛型みたいなのを埋めるのにはね、この手の素材がぴったりですね。これを使いましょう。高加速シンスプレーですね。これを糸拭きと、で、ほっときます。まあ、大丈夫でしょう。隙間が埋まりましたね。はい、サイドバックがついてるんですけど、サイドバックのね、裏側がこの通り穴が開いてるんですね。これがいただけない感じなので、ここを埋めたいと思います。はい、じゃあポリパテが固まりましたので、あの削っていきたいと思います。ちょっと粉がね、すごく舞いますのでね、あのマスクをします。ガスガス行きましょう。粉がね、すごい詰まるんで、水研ぎにしましょうか。水で濡らしてあっという間に詰まるので、また水をつけて粉を除去しながら、あれだ、粉がいっぱいついた。このサイドバックはあの金属製らしいので、あの傷がついたりとか多分すると思うんで、へっこんだりとかすると思うので、そういうのもちょっとねつけておきたいと思います。角をねちょっと落としたりとか、ぶつけやすいだろうというところをちょっとこうえぐっといたらいいんでしょうかね。で、ヤスリでちょっと磨いてね、急にへこむことになるんで、ちょっと変なんで、ちょっとヤスリで磨いてみましょうか。丸ヤスリ、半丸の丸のところでガリガリ、ちょっとダメージつけてみます。